坪井川は、熊本県熊本市を流れる熊本県管轄の二級河川である、熊本県熊本市北区荒木町付近に源を発し南流、熊本市北区飛田町付近で堀川と合流し、熊本市北区清水町を流れ、熊本城、熊本市役所、熊本駅などの市街地中心部を経て、西に進路を変える。そして、熊本市西区城、高橋付近にて、 伊勢里川と合流し、熊本市西区小島下町と熊本市西区松尾町、地高図の境界から有明海の島原湾に注ぐ。熊本城の長平と、つぼい川つぼい川は、熊本城の内堀として活用されている。流れに沿って、長さ242メートルの長平が走っているが、これは国の重要文化財にも指定されている。また、旧市街地を貫く河川であり、 橋本勘五郎の手による名、八橋や民住教など歴史を感じさせる石橋もかけられている。なお、わらべうたあんた方た、どこさで歌われる、千場、川は、船場町を流れるつぼい川のことであるとされている。熊本市北区清水町山室にある、湧水池、細川藩五代藩主、細川津成が茶堤を作り、大見八景になぞらえてこうを名付けた。八景とは、 三岳青蘭、金峰白雪、熊城母愛、坪田落眼、浮島八う、立山真周月、亀井番章、深林公用のことであるとされる。また、1924の熊本市、水道局創設時からの水源地でもある。近年は、湧水量が減少し、枯渇が心配されている。増水時に水を一時的に貯留する池。 公園としても整備されており、市民の憩いの場となっている。石津津見跡右側が白川旧、つぼ川を上流側から見る最初に大規模な河川改修を行ったのは加藤清正である。かつては白川が大きく蛇行しており、現在の熊本市役所付近でつぼ川と合流し、長六橋方面へ流れていた。清正は治水及び、 熊本城の防衛のために新たに稼働を改作し、城下町の南端で合流するようにした。しかし、1602年に城下は洪水に見舞われたため、合流地点に石包みが築かれ、つぼい川と白川を分流し、高橋方面へ流れるように変更した。これにより、つぼい川は現在のような流路となり、有明海と城下町を結ぶ物流ルートとなった。また、伊勢里川が、 現在の中央区小沢町付近で合流していたが、昭和初期の稼働変更によって、花岡山の北側を通るように変更され、源流路となった。京長大付近では、かつては外貨に沿って流れていたが、堀として活用するため内坪井町近辺で分流され、町を取り囲むように流れていた。しかし、昭和初期に改修され東側の堀が、源坪井川となった。 西側の旧坪井川も現存しているが一部が暗渠になっている。熊本県熊本市、ありがとうございます。